ショータイムゴルフです。9人の男子プロゴルファーが集まりまして、1ホールずつスコアが悪かった人たちから落ちていって、スコアが並んだ場合は同じとこからアプローチして最もピンから遠い人が脱落、最後に勝ち残った人のみに50万円が贈呈されます。出場選手の皆さん、カモン。今日からもうみんな前面、前面みんな。いやー、惜しかった。惜しかった。がっついちゃった、パーパット。そうね。このショート、難しくね。お疲れ。いや、でも、頑張ったね。これなんか、120! 頑張んだよ。9行きたかった。それみんな思ってる。ナイス嬉しい。ナイス嬉しい。本当に嬉しい。いや、ここスキップでかいっすね。ここ難しそうだね。ここ難しいよね。このショート難しい。ここショータイムゴルフでも結構ボギー率高いっすね。これこう右ペラでいけたからいいかな。やってたね、お前。右ペラ。何度でしょう ?200?227。直線で。227、6番や。完璧。ゴー、飛べ、ゴー。ちょっと弱いけど、まあまあ、やってしまった俺で。決勝です。おめでとう。ありがとうございます。いつか一緒に回ろう。お願いします。回って。あ、やばい、やったわ。見えない。ああ、いけど。ボールが見えない。ああ、池だ。池だ、手前から入ったかな。聞こえなかった。うん、うん、そうだね、今、かぶってなかったね。波乱万丈だね。何ですか。55ヤードです。55ヤード。何番ですか。9番です。3打目、3打目、息入っちゃって。3打目、弱い、2方向。あー、ちょっと弱いか。フォローでもなんでもない。風が違う。風が違う。右から上げるか。上げるね。上げれたい気持ちがいいと思うけど、それはちょっと違うな。わからんわ。ちょっと使ったじゃない。そうそうそう。ちょっと参考なんだから言ってたけど、結構言ってる。わからん。でもさっきのショートさんが飛んでたんですよ。うん。ショートさん化け物だね。ショートさんも飛んでたもんね。飛んでたね。ショートさんが飛んでた。化け物だ、ショートさん。もう余裕だね。これはもろたっす。もろた。これはもろた。
なんか亀田兄弟に似てるって言われたことない。一回ありますね。ああ、じゃあこれで2回目か。ディモンディ、ディモンディ似てるんですよ。ディモンディって誰？ディモンディの高岸、芸人です。芸人。誰かわかんない。俺見ないんだよ、ね。視聴者さんわかる人、めっちゃ似てるんで調べてみてください。あ、そうなの。Google で調べてできます。へえ。ディモンディ。その人も飛ぶんだ。その人も背でかくて。うん。こんな感じです。フレディ・マーキュリーになんか似てる気もする。そうだね。ヒゲじゃん。ウィアードチャンピオン歌ってほしい、うん、買ったクイーン歌ってほしい。グリーン上でグリーン上で うまっ おいしい。うまっおナイス。ちょっとトライしに行ったよ。うん、ちょっとアゲンソにやられたね。割とね、負けてたね、うん、まあでもね、ダボだから。ナイストライだったよ。ナイストライだね。ここ池入れてダボならね、まあまあそんなもんでしょ、うん、うん、ナイスタッチ。先やったら俺終わりでしょ。うん、はい、とどめを刺してください。パパッと。ナイスパー。ナスダク、しげさん。敗退です。しげくん、どんまい。敗退です。ナイスパー。ナイスパー。たくみくん、敗退です。敗退です。ナイスプレーしたけどね、ここまで。バーディー2つ取ったけどね。いや、山田くんの距離がね、ちょっと惑わされた最後。ちょっと緊張しちゃった、最後。力入った。いや、ちょっと力入った。力入った。うん、6番でなみたいな。こっち2番って上だけどなみたいな。ちょっと力入った。さあ、スピンホール決勝戦ですよ。最後。残ってる。残ってるよ、2人。残ってるよ。ナイス。決めます。決めましょう。ワンオン、ワンオン。次もワンオン満場するからね。当たるどこ？どこだろう。ここだ。なんかあっちの方にいて。当たるあっちの方にいて。うん。ティーグランド行こうぜ。行くか。どうですか？最終ホール意気込みは？最終ホール。飛ばし屋ですけど。いやーもう負けねっす。飛距離負けねっす。こうまずワンオン。まずワンオンか。あそこに手前にピンある。ワンオンし。でもね、体型だけ見るとジェイミー・サドロスキーみたいな感じする。ああ、そうだね。うん、いけるんじゃない？いけるいける。455。うん。さあ、待機。最終ホール。最終ホールっすね。やっと。頑張ってね。俺の分まで勝って。頑張ります。結構、336ヤードだから。最終ホールです。おお、ナイス。ワンオン。ワンオンしたいですね、最後。どうでした、ティーショット。精一杯です。まあまあでしょ。精一杯。いいとこだよ。あとはもう大気のドライバーがね。これでも余裕で真ん中行けば OK でしょ。真ん中行けば OK。
さあ、あとは山浦大輝くんのフライバーショット。330ヤードだから乗っちゃうんじゃないか。余裕で届くよね、多分。これでも余裕で来そうだね。うん、こっち多分310なんで行きます。行ってくれ。あ、ちょっと右だ。つかかな。 B グラウンドぐらい行っちゃったかな。まあでもいつもの俺よりは左だから大丈夫。大丈夫だよ、俺いつもあの右行くけどセーフだから。うん、左ビビった。左浅いもん。はい、意気込みは最後かっこよくバディで終わりたいですね。あ、ちょっと当たり損なった。いや、だいぶもうだいぶ当たり損なった。天ぷらぐらい。あ、もう、おー、操作いいね。ほら、右手前。小生の方が年上やろ。そうです、俺らより年上。あ、そうなんだ。はい、俺も翔太も、惜しかったな。惜しかった。うん、あと、7ホール。あと7ホール耐えてれば、6ホール耐えてれば、うん、なあ、超惜しい。あと6ホール耐えてればな。やったわ。小生いいとこ、絶好だね。山川くんの1打目は、あ、山浦くんか。山浦くんの1打目はちょっと右に行って、さっきのロングのグリーン横まで行っちゃってんな。ちょっとトラブル。山浦選手はこの向こうで打ってます。ちょっとトラブルショットです。だいたい何ヤードですか。70ですね。70ヤード。5パッチ60です。60度。うまい。あ、ちょっと左か。乗ったね。うん、見えない。おお、ここに来た。ナイスオン。手応えはまあまあ。手応えまあまあなんですけど、あんまり返ってこなかったです。小生。ダメ。簡単なアプローチだけど、まあ距離考えば転がせるんで。すげえ。やば。調整ナイス。あらっす。てか今日何アンダー？5入れて。入れて 5？ 入れて5。マウマ。5アンダー？3ホールやってないでしょ。3ホールじゃない。3ホールやってない。3ホールやってない。6ホールで5アンダー。すげえ。うまっ。それは勝てねえわ。ちょ、マークします。決めないと。これ決めないとダメっす。うん、いけるでしょ。さあ、大輝のがここから10メーターないぐらいかな。小生はオケバディ。山浦くんはこれを入れなきゃいけないですね。ラインはそんな難しくはない。どう？入ると思う？うん、入ると思う。集中してるから、ね。うん。さっきまでと集中が違う。あ、そう。うん。バンは一回グリーン傾斜ないよ。ない。傾斜に行ったな。ある。
何その質問。次ホールでいっか。それかいつも通りアプローチにする。ナッツバディ。ナッツバディ。それは気合い。男。やるわ。それは男。いやーマジでナイスだった。いやもうでかいっす今。気合で入れたわ。気合ですね。すごい。これがサバイバルやね。いやこれがサバイバルです最後まで。やるわ。すごいな、感動したな今。これは見せ場作ったね。俺思わずちょっと泣きそうになったから。もう涙出てるかもしれない。ちょっと頑張って出て、早く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 。